腰が。おい、大丈夫か？箱を移していたら腰を痛めてしまったんだ。腰が痛いなら家で休んだらいいじゃねえか。また腰が。大丈夫か？あそこにいるブクブク太った奴らが見えるか？ 完全に魔物じゃねえか。あいつらが盗み食いしやがったんだよ。あれを退治してくれってことだよな。このままじゃ我々は飢え死にしてしまう。あいつらを退治してくれ。行こうぜ。 ありがとう。いいってことよ。早く腰が良くなるといいな。 様でしたか。すみませんが。ああ、一体何があったんだ。実は今日から新しい定員が入る予定だったので、それなのに先ほどその子から連絡があってですね。何？じゃあこのカラス帽子はどうすんだ。申し訳ありませんが、ソナさんに返してきてもらえますか。 お前さんたち、つば九郎のおっさん何かあったのか。ちょっと寄ってみるか。お前さんたちどこかへ行く途中か。急いでるのか。帽子の返品を頼まれたからソナの店に行く所だ。おお、それはよかった。まさかおっさんも新しい店員を雇ったのか。 新しい店員？返品せずに使おうとも思ったんだが、サイズが小さすぎてな。なんで俺たちがそんなざつやを引き受けなきゃならねえんだ。どうせソナの店によるんだし、そう重いものでもないだろう。まあそりゃそうだが、考えてみりゃ引き受けたところで損をするわけじゃないな。
とビアードのおっさんが帽子を返品するって、はあ、参ったな。帽子が3つも余ったぞ。ん ?3 つ?実はマネーマム商談の贈答用に作った袋の帽子が1つ残ってるんだよ。特殊なデザインだから作るのも一苦労だったのにさ。へえ、帽子もあんたが作ってんのか。まさか、私は不器用なんだ。それ、俺たちがもらってもいいか？え？これを？まあ、別にいいけど。いいよ、帽子はあげる。その代わり、三つのうち一つだけだ。チー、ケチだな。何の使い道？それじゃ、私が選んでやるよ。うわー、そんなのありかよ。どれどれ、何が出るかな。ありがとう。ちょうどよかった。こっちだ。何かあったのか？つば九郎商会の依頼の件で来たんだろ。そうだ。わざわざ依頼書に仲介してもらうまでもねえよ。では、早速仕事に取り掛かってもらおうか。依頼内容をど忘れしちまったんだ。魔物退治さ。そうそう、思い出したぜ。ん？まあいい。その前に確認したいことがある。いや、その顔で疑ってないって言われてもな。お前たちの装備を見せてもらおうか。依頼とは関係ねえだろ。関係あるさ。近頃未熟な冒険者が増えてな。俺たちの腕が信用できねえとでも言うのかよ。いつもならつば九郎商会がベテランの冒険者をよこすはずだが。しっ、やっぱり疑ってやがる。今ここで手合わせするわけにもいかないし、まさかとは思うが。何言ってんだ。俺たちに限ってそんなこと。はん。この装備だったら問題ねえだろ。まあ及第点ってところだな。魔物なんて素手で十分だぜ。本当に素手で戦うようなバカな真似はするなよ。行くぜ。
ご苦労だったな。報告は聞いたぞ。これくらい、へでもねえって。お前たちの実力を疑ったことは謝ろう。うほー、そういうことなら好きなだけ疑ってくれ。怖い、助けて。おおい、どうしたんだ、落ち着く。あの悪魔のような姿、唇を舐め回す舌。なんだって、そんな化け物みたいなやつが。どうか助けてください。この怯え方、普通じゃねえぜ。知らないんですか、プルロップですよ。プルロップだと。私の目の届かないところに追い払ってください。行こうぜ。言われた通り、蹴っ飛ばしてきてやったぜ。はあ、ありがとうございます。まだ少し不安ですけど。何なんだよこれ。何かあったのか。それがさ、お客さんの一人が変な紙切れを渡してきたんだよ。その紙切れには何が書かれてるんだ。何かの隠し場所が書かれてると思うんだけど。ならその紙切れ俺たちに譲ってくれねえか。宝の地図に違いねえ。宝さえ手に入れちまえば金の心配をしなくて済む。くはThank you.
なんだけどな。おい、引っこ抜いてみろよ。うわー、なんだこいつは。お、もう一枚紙切れがあるぞ。どれどれ、まさか騙されたのか。いや、まだ続きがあるな。宝の隠し場所を教えてやるとしよう。ふわはん。引っかかりやがったな。釣れたのが冒険者ってのが気に食わねえが、まあいい。くそー、罠だったのか。おい、お前ら、客を丁寧にもてなしてやれ。いつか必ずこの世の全てを手に入れてみせるぜ。ところで、あそこで光ってるのは、うわ、宝箱の鍵じゃねえか。うひゃー、やったぜ。